女子プロレススターダムの白川美奈がアウーと新日本プロレスの合同興行 F をルビデン DOR30 日イコール日本時間7月1日ニューヨーク州ロングアイランド UBS アリーナでアウー世界女子王者のトニーストームに挑戦することが決定した今年3月にアウーのローに参戦して以来たびたび渡米トニーとは白川のスターダムでのタッグパートナーで 現在はアウーでトニーの相棒として活躍するマライア・メイをめぐって対立してきた。2日後楽園大会ではトニーからビデオメッセージを送られた白川は、私はあなたが本当はどんな女性なのかを知りたいと対戦を要求をされていた。5日、日本時間6日に放送されたベイアウー、ダイナマイトではマライアがサラヤとのシングルマッチで変形サーフボードストレッチにより敗北。試合後、 敗れたマライアの様子を見にリングに上がったトニーは、サラヤとハーレー・キャメロンに襲撃され、リング上は大混乱に陥った。するとそこに白河が殺到と現れ、ハーレーに裏剣をズバリ。サラヤにはローリングエルボーを決め、マライアに駆け寄りトニーをにらみつけた。今にも乱闘が勃発しそうな2人はマライアの仲裁でこなきを得たが、会場の大型ビジョンでは、 禁断の扉で王者トニー VS 白河の世界タイトルマッチ決定が発表された。ビジョンを見ると2人は再び睨み合い、言い争いながらリングを後にした。試合後、自身の X、旧ツイッターを更新した白河は、アウー女子世界王座への挑戦が決定した。プロレスデビューのヘナチョコな時から、世界世界世界って言ってきた。おっきなチャンスをやっとつかめた。とつづり、 これをものにして、私が世界の女子プロレスの中心に立つと決意を記した。トースポーエブ、この記事はいかがでしたか問題を報告。関連記事、スターダム、エス・キッドがアズムに予告。マスクは触れさせない、オールトゥギャザーで激突。スターダム、エス・キッドがベースパーク女子王座 V1、世界中から挑戦お待ちしてます。スターダム、IWGP 女子王者、 岩谷眉が猪木イズムを体感